こんばんは。あら、こんばんは、マイアズシレ。どうしたの、こんな時間に。気が高ぶっているんじゃない？よかったら精神安定剤を処方してあげましょうか。医療機器の点検をしていました。戦闘が始まったら必要になるでしょうから。それはマイヤーズ指令の指揮次第ってとこね。本当にナイーブな人は自分からそんなことを言わないと思うけど。私もそう思います。ですが、だからこそタクトさんには信用するに足るものがあるのだと思います。いきなりどうしたの、バニラ。いえ、明日はよろしくお願いします、タクトさん。やはりタクトさんには見習うべき点が多くあります。だけどバニラ、指令の神経がずぶといところだけ見習ったらダメよ。冗談よ。バニラの言ってること、私もわかるような気がするわ。これまでにもタクトさんからいろいろと教えられました。明日の戦い、きっと勝つわよね、マイアズ司令。ああ、タクトか。なんか用かい？あんたもかい。私も明日で全ての決着がつくと思うと、なんだか興奮しちまってね。無性にぶっ放したくなって、さっきからこうしてるのさ。ああ、明日で全てが終わる。どんな結果が待っているにせよ。勝てるよね、私たちはさ。タクト。そうだね。私たちは勝てる。絶対に勝つ。私としたことがちょっとナーバスになってたのかもしれないね。このフォルテ様がタクトに励まされるとはね。いや、そんだけあんたが成長したんだと思うとかえって嬉しいよ。そいつはよかった。それじゃお互い、明日は頑張ろうや。なんだ、タクトか。どうしたの？なんかうずうずしちゃってね。こんな時はヘトヘトになるまで体を動かしてから寝るに限るのよ。まあね、難しいこと考えるのは私の柄じゃないし、今は明日勝つことだけを考えようと思うの。いろいろ考えるのはそれからでもいいわ。そう思わない？そうよね。明日は絶対勝つわよ。というわけで、あんたもトレーニングに付き合わない？運動すればスカッとするわよ。ちょうど私も練習台が欲しかったの。なんか言った？いらっしゃい、司令さん。ちょうどよかった。今ミルフィーちゃんの作ったコロッケが上がったところだよ。タクトさんじゃないですか。どうですかこのコロッケ、美味しそうでしょ？明日のためのお料理を作ろうと思って、そのついでに食堂のお手伝いをしてたんです。明日エオニア軍に勝ったらそのお祝いをするでしょ？そのためのお料理ですよ。今晩のうちに仕込みをしておかないとね。ミルフィーちゃんが手伝ってくれるおかげで本当に助かるよ。いえ、そんな、私の取り柄ってこれぐらいですし。タクトさん、明日は期待しててくださいね。私、腕によりをかけて作っちゃいますから。嬉しいな。それじゃあもっと気合い入れて作らなきゃ。はい、分かってます。司令さん、絶対に無事に戻ってちゃんと料理食べとくれよ。うん、待ってるからね。それより食事に来たんじゃなかったのかい？あ、マイヤーズ司令、どうしたんですか？こんな時間に。はい。紋章機とエルシオールの改装をシャトヤーン様にばかりお任せしておくのは申し訳ないですし。それに、実際の戦いが始まるまでが私たち整備班の戦いのようなものですから。そうしたくてしていることですから、ご心配なく。言われてみればそうですね。でも、月の巫女としても、今までにない充実感を味わっているんですよ。やはり、動揺しなかったといえば嘘になります。存在自体にもそのことを知らされていなかったことにも。ですがこう思うことにしたんです。この兵器工場の存在を知らなかったのは本当はいいことなんじゃないかって。昔の人たちはこの白き月を兵器工場に、そうあの黒き月のようにしようと思えばできたわけですよね。でもそうはしなかった。それは当時の人々の人間の理性の賜物だと思います。そうして危険なロストテクノロジーを白き月の奥底にしまい込んで、存在すら忘れ去られるほどの長い年月にわたって秘密を守り続けた。その理性を私たち現代の月の巫女たちも知らず知らずのうちに受け継いでいる。そう考えるのはうぬぼれすぎでしょうか。ありがとうございます。この戦いが終わったら白き月はまた平和のシンボルに戻る。いえ、戻すべきだと思います。そしてこれから先の未来もロストテクノロジーを平和のために、人々のために使っていく。それが私たちに課せられた使命だと思います。ですから明日の決戦はトランスバール公国の将来を左右するという以上に重大な意味を持つと思っています。自分たちが長年受け継いできた考えが正しかったのか、それとも間違っていたのか、その答えが明日の戦いで出るわけですから。その現場に立ち会える私たちは幸せだと思っています。司令、ちょっと静かに。副司令がそこの椅子で。ん？なんだ、アクトか。そうだな、確かに今日はいつになく疲れた。シャトヤーン様にお会いしてお前からの口づてで白き月の秘密まで知らされて、それからこの秘密工場でエルシオールの突貫大改装ときた。こんなのめったに体験できるもんじゃない。お前の図太さと一緒にするな。ま、そんなお前だからこそ今までやってこれたんだろうけどな。一生経験できないようなことが次々と起こって、まったくお前の副官やっててよかったよ。さてどうかな。そんじゃ俺はお先に。マイヤーズ司令もお休みにならないんですか？はい、そうさせてもらいます。クールダラス副司令と同じで、私たちも今日はいろいろ考えさせられることが多くて。はい、少し。いいえ、かなりショックでした。白き月って何なんだろう、ロストテクノロジーって何なんだろう、ずっとそんなことばかり考えていました。それに私たちがしていたロストテクノロジーの研究は兵器の研究だったのかもしれない。そう思うと許せなくなって。だけど考えて考えてココと2人で話し合っているうちになんとなく答えが見えたような気がします。シャトヤーン様がおっしゃったそうですね。この兵器工場は白き月を発見した人たちによって閉鎖されたと。それと同じだと思うんです、私たちがこれからすることも。ロストテクノロジーの中には確かに危険なものもあります。でもそれは使う人次第だと思うんです。明日エオニア軍を倒して平和が戻ってくればロストテクノロジーの兵器は必要なくなるわけじゃないですか。なれば人の心も穏やかになります。そうすればロストテクノロジーを兵器として使おうとする人も減ると思います。兵器となりうる技術も使い方によっては生活を豊かにする技術にできるかもしれません。私たちは平和を守るためにロストテクノロジーを研究し使っていこうと思うんです。そのためには明日は絶対に勝たないと。頑張りましょう、マイヤーズ司令。それでは私たちもこれで。おや、タクト、まだ起きてたのかい？ミト？まあ、さっきまで一緒だったけど。はっふーん、少し顔を見てないから寂しくなったのかい？あんたはミントがいなくなるとすぐ心配して突拍子もないことしでかすからね。ほらほら、そんな情けない顔するもんじゃないよ。やっぱりタクトにはミントのようなしっかり者がついてなきゃダメだね。お似合いだって言ってるのさ。ミントなら自分の部屋に戻ってるはずだよ。親父さんに手紙を書くとか言ってた。ごゆっくり。どうぞお入りください。いらっしゃいませ。今お茶をご用意しますわ。いえ、私もちょうど良い気分転換になりますわ。父に手紙を書いていたのですが、どうにもうまく書けなくて、さっきから何度も書き直しておりましたの。いざ改まって書こうとすると意外に難しいものですわね。ええ、そう思いますわ。でもうまく書けないのはきっと私が気持ちに整理をつけられていないせいなのでしょうね。いいえ、心配なんてしていませんわ。タクトさんと一緒にいれば大丈夫ですもの。タクトさん。なぜあなたという方はどんなに心を装ってもタクトさんは私のそばへと踏み込んできてしまう。初めはそれが少し怖かったんです。今まで周りにそんな人はいなかったから。でも今はタクトさん、今度は私がタクトさんのそばに行ってもいいですか？つい考えてしまうんですの。明日出撃して、もしも帰ってこられなかったらと。はい、私もタクトさんのために戦いますわ。二人でこの先も生きるために。タクトさん、あの時父の前でおっしゃったこと覚えていらっしゃいますか？タクトさんが私を必要としているのは文字機のパイロットとしてだけではないと。嬉しいです、とても。タクトさん、わかりますか？今の私の気持ちが。そうですわ、タクトさんと一緒にいるからずっとこうしていたいですわ。タクトさん、タクトさんとなら何があっても乗り越えられるような気がしますわ、この前の時のように。エウニア軍、引き続き接近中。あと10分で戦闘宙域に入ります。来たか、これが最後の戦いだな。総員、第一戦闘配備、最終チェックを急げ。シャトヤーン様の話だと、これがエルシオールの本来の姿だそうだな。浮かれるのはいいが、それに飲まれるなよ。これはおもちゃじゃない、立派な兵器だ。それを理解せずにむやみやたらとぶっ放すようなら、お前もエオニアと同じになっちまうぞ。それが思いのほか調整に手間取っています。出力が上がらなくて、発射に必要なエネルギーが充填されるにはまだ。なんだと、せっかく取り付けたのに肝心の時に発射できなかったらシャレにならねえぞ。現在整備班を総動員して調整に当たっています。もう少し時間をください。まったく厄介な代物だな。400年以上眠っている間に錆びついたんじゃないのか。ふと思ったんだが、ひょっとしてクロノブレイクキャノンも紋章機のように使用者の意思が関係するのか。つまりだ、エネルギーチャージが進まない原因はタクト、お前の気合が足りてないからなんじゃないのか。とりあえず試しにもっと気合入れてみろ。クロノブレイクキャノンが撃てなくてもいいのか。エオニア軍、間もなく戦闘宙域に入ります。司令も副司令もふざけてないで、ちゃんと指揮してください。はい。